くれ。やべえやべえ、終わらせないと。アルマちゃん可愛いな。アルマちゃん今何してるのかな。おじさんワクワクしちゃうな。あー、キッチン負けしちゃった。自殺しました、こちら。さよなら。ピンク、オレンジ。緑。黒。内房。あれ、クロムさんの声久しぶりに聞いた。うん。にぃ、いや、続けてください。どうぞどうぞ。今ボタン4秒ぐらい待ったんですけどね。あ、誰か知らないからみたいな。めっちゃ最高でした。そういうことです、ね。サボが、サボが入らなかったから最高。そんなに最高？はい、もう そうなの。4秒くらい最高。何がいいことなの？配線できました。配線、お前たち最高だぜ。俺、テラトロさんとアーカイブで2人きりだ。最高、最高だぜ、はい、うわークジラさん、どいてよいしょ。オレンジ、よし。またエレジーさん。エレジーさん即死やん。センター今の藤宮さんだよね。藤宮さんが死体の横でうろちょろしてました。僕は今発見しようとしたとこです。え、どういう状況か教えてほしい。ごめんなさい、アーカイブの右下、右下ですね。ドアの、シャワー室から出たとしてすぐ右のところですね。で、死んでて本棚と収まる。シャワーですね、違ったじゃないですか。はい、アーカイブの中です。で、藤宮さんが死体の左側でなんかうろちょろしてました。で、僕、寺蔵さんっていう順番で、貨物室の、ハリマを一緒に直し、ラウンジ、アーカイブって入っていたところ、藤宮さんとスタイを発表しました。先端さんがやってないという証言しか出せないですね。はい。大橋さんから何か情報出してほしいな。僕から？シャワールームにいなかったっけ？いたよ。いたけど。藤宮さんと一緒にいたよね。藤宮さんと一緒にいた。藤宮さんと、でも藤宮さん。僕、停電中、シャワーの配線タスクをやってて、ふてさんがタオルタスクの方に走ってたじゃないですか。タオルタスクの方に走ってた。タオルタスクのしまうやつ。停電明けにシャワーからメイン入って、除染のとこを確認したときに夏目さんがいて、その後ろにプテさんが追従してきた形で、また僕がシャワーアーカイブって戻ったら死体があったっていう感じです。僕視点はほぼほぼ藤宮さんだと思ってて、僕はシャワールーム、シャワールームで藤宮さんとプテヤシさんを置いて、アーカイブ、ラウンジ、停電になったんで、アーカイブ、ラウンジ、貨物で停電を直す直前、貨物室のダウンロードをやってるエレジーさんを見てます。んで、まあ、僕だと思います。端に移った。で、センタンが、俺が停電直した時にもうすでにいて、2人で同時に、俺視点はほぼ同時に並走してラウンジアーカイブって向かってるんで、エレジーさんはその間にアーカイブに行ってます。他の浮き石とか、うん、あ、オッケー、実施点だったら明夜さんの行動だけ知りたい。あ、僕めちゃくちゃ怪しいところにいて直前までアーカイブのダウンロードしてました。ですよね。明夜さん怪しいと思ってる。その後にラウンジの右上の配線やったら、僕のボートでびっくりした、ね、もうちょっと話聞きたい。はい。多分場所的にクロムさんは無理だと思います。お土産機能発生する可能性もあると思ってるので、ボタンを全力で押してもらいたい。そんぐらい結構藤宮は黒いですか？僕視点はね。まあでもインポスターにしては何やってんだろうって感じはしますけどね。まあとりあえず行動の意図は、とりあえず納得できる行動の意図があるかどうか聞いておきたいかな。ターはね、絶対向かわないと浮き位置になっちゃうからね。
ちょっとごめんなさい、一言だけ喋らせてほしい。はい。寺蔵さん、その貨物のダウンロードしていたのは LG さんで間違いないですか？いや、僕です。最初に見たって聞いたやつ。あれセンター？僕です。でも LG さんとすれ違った記憶あるけどな、俺。あ、じゃあちょっとそれだけ聞きたくて、LG さんって最初エレクトリカルにいたんですよ、僕と一緒にメインからエレクトリカル降りて。で、マジでだから、俺の見間違いかもしれないじゃん。いや、だから、貨物に行ってでも別におかしくないんですけど、LG さんもめっちゃ直近で死んでると思ってます、移動の時間一緒にしてたなってだけ。いや、そんなことない。僕はダウンロードとりあえずやってました、あの貨物の。ごめんなさい、それだけです。その移動経路的に、はい、もう多分着くのがギリギリの時間だと思うから、めっちゃ直近だと思います。ごめんなさい、はい、藤宮さんクルーだった時は怖いので、うん、藤宮さん視点の情報を詰めたくて、ね、藤宮さんは何、うん、なんか聞きたいことありますか？僕が聞きたいのは、藤宮さんがどういう意図で、なんか死体の近くにいたのかっていうのと、はい、藤宮さん目線の犯人の2つを進めたいです。とりあえず僕目線、死体のそばにいたのは、まあ、単純にレポートしようと思って、まあ、遅れたっていうだけなんですけど、とりあえずプテさん、夏目さん、先端さんは弾けるとしか出せませんね。うん、うん、聞きたいこと。寺蔵さんはどうですか？寺蔵さんがなんで僕を指認してますか？そもそも寺蔵さん弾けません、弾けます指認してます。だから僕が弾けます。そんなに黒塗りしてるのかが、まあ、僕を見ていないはずなのに寺蔵さんは。いや、まあそこは多分、そこの対立は多分平行線になるんで、だからまあ、メイヤさんが白弾きできるかどうかで、あ、白弾きできないと思いますよ。あと浮き位置も聞きません。僕浮いてます。さっき言った通り LG さんと、メインからエレクトリカル降りて、あ、でも感じです。あのアルマ君シャワーら辺で、それこそ夏目先生とかプテさんに視認されてないとは絶対無理だと思うし、僕はラウンジの配線タスクやる直前に、その貨物側から一緒に並走してる先端テラゾの名前がちらりと見えているので。あとチャゲパヤさんは、タイポヨは最後武器庫入るところですね。コックピットでアドミン見てて、右側にいっぱい人いて、左側人全然いないから、まあ、まあ、状況的にも釣られちゃうのはしょうがないんですけど、僕釣ってもまだ2浪残ってるので、メイヤさん警戒で、あ、釣らない。あ、なると思ったよりいっぱいいたから表現が出ないのがちょっと意外だったなっていう気はしてる。ロラ言えませんでした。最終エレクトリカルです、僕。まあ一応ベントもあんのか、貨物からの、まあまあスキップでもいいか。押させたがってることか、白緑逆走するってことは右にいるのかな。あ、僕藤宮さんにいます。メイヤさん、藤宮さんと多分、メイヤさんメインとエンジの間まで一緒でした。いや、これ僕から証言したくて、メイヤさん明らかに藤宮さんについていってる動きをしてたから、多分メイヤさんってその要は切られてるっていう推測しますか。僕は一応、証拠左まで行ってます。でそれでエンジン、直った後にエンジンで夏目さんとすれ違って最後コミュニケーション通路なんですけど。もう明らかにメイヤさんが藤宮さんとペア行動しようとしている動きを見ていたので、僕、あ、いいんですか、はい、藤宮さんはエレクトリカルにいましたよね。はい、いました。どういう経路、メイン、エンジン、宿舎前、リフトですか？そう、メイン、エンジン、宿舎前で、リアクター左にプテさん、センタンさんと、あとテラゾさんもいましたっけ、はい、がいたので、戻ろうとしたところで、直ったんで、もうアドミン見ようと思ってアドミンの方に走っていったときに夏目さんとすれ違ったっていう。藤宮さんが出さなければならないのはメイヤさんの情報だと思いますよ。メイヤさんはメインの間メインとエンジンの間の通路まで一緒で、引き返したんですよ、メイヤさんが。だからとりあえず右側にいる人、まあアルマさんとかまさにそうですけど、エレクトリカルにいたんで、とりあえずまあメインのから右に行ってるとしか言えませんね。あ、死体位置って分かるんでしたっけ？いや、分かんないです。これ分かんないです。あ、でも今の発見でメインかエレクトリカルですね。うん、そうそう。エレクトリカルだったらもう僕しか犯人いないから、ローラーでもいいですよ。さっきも一応浮き位置アルマさんなんで、僕を釣るならアルマさんまでローラーしてほしいです。
藤宮さんはアーカイブの弁当は否定できますか？アーカイブの弁当、あの犯人によるシャワーからアーカイブに入って発見なんで、その時に弁当動きとかは見てない。シャワーの弁当が動いてないことは証明できますけど、アーカイブは分かんない。アーカイブは分かんないです。自主点だけの話しますね今から。うん、初手切る名屋さんが自分視点めちゃくちゃ怪しかったので藤宮さん投票渋ってましたが、名屋さんが消えたことによって藤宮さんで止めていいと思ってます。いや、あ、でも僕ボタン押しますよ。一応僕ボタン押しますよ。あ、ね、絶対ローラーしてください。まあ、アルマさんまで落とせたら、まあ、楽っちゃ楽かなと思うけど。はい。はいはい。藤宮さんが、明屋さんがメインホール側に抜けてるって証言してましたけど、それって、なんだろう、干渉できる人いないですか？まあ、一応僕、結構、直近までエレクトリカルいたんで、ああ、そうでもないか。診察室でダウンロードする。まあ、アルマさんはあれもちろんだと思いますけど、うん。エレクトリカル側は来てないと思います、ドラケ。僕は正直アルマさんまで落としちゃって、もう確実に6人一郎の盤面作った方がいいかな。一応聞きたいんですけど、初日の日って、初日のエレジーさんが死んだ日あるじゃないですか。その時って中野アルマさんを見た方っています？中野アルマさん多分本当のことを言ってて、電気室から可能だとしたら貨物の弁当でアーカイブとかなら全然一応あり得るかなという感じかな。うん、なんかアーカイブの上の弁当から来て下の端で殺すのって結構遠くなかった場所。まあ確かにそれも言えてる。本棚の下側でした、右側の。アルマさんってなんか死人されてないのに自分から情報怪しいって言った人物だから、あんまり近くない。それにもしアルマさんが弁当使ったとしても、下から藤宮さん、ラウンジから寺蔵センターが来てる中で逃げるんだったら絶対弁当とかに引っかかるか、証拠際に抜けるってあるかな。まあ、でもやっぱそこまでタイミングがいいキルですね。うん、そこまで懸念するんだったらやっぱりもう僕まで落として6人で、うん、まあ、リアクター危険なかったから仕方ないと思う。今回アルマさんを誰か死にしてたら別だったけど、名屋さんがさ、そもそもアーカイブでタスクをして、最終値がラウンジでしたっけ、初手って。いや多分書斎聞いてないと思う、名屋さん。いや言ってた。名屋さん言ってなかったですか？アーカイブでタスクをして、その後シャワーかラウンジって言ってたんで、明屋さんが弁当を見てるはずなんですよね。あ、じゃあアーカイブにいたって言ってなかった？お、めちゃくちゃ怪しい位置で。アーカイブにいて、シャワーからアーカイブ、最初から。いや、アーカイブ脇だった。あれ、まつります？とりあえず入れちゃった。どちらでも、まあ、安定進行、まあ、まあ、安定進行かな。僕はスキップ入れました。今回白だったら見つかったけど、めちゃくちゃ白だと思うけど、ごめんなさい、うん、申し訳ない、ますね。はい、まあ、容疑者者入っちゃってたから今回色が好き、申し訳ない。リアクタークリアいいのにね、もったいないよね、せっかく弱いサボタージュなのに。容疑者者入っちゃったらね、それしかなくなっちゃうよね。最弱なのに、せっかく黒ピンク、コミュニケーションもそうだけどね、向かわなければ向かわないほどインポスター楽になるから、黒ピンク白黄色。
はい、はいはいはい。少なくとも40秒前にはみんな生きてました。停電直したのが自分で、そっから診察に行ってバイタルを見たら死んでました。なるほど。何秒前ぐらいですか、うん、それは。ごめん、わかんない。もう夏目の腹時計当てにしないでほしいかも。キッチンにいた人って誰ですか。あ、死体キッチンかな。あ、それはアドミン情報ですか。アドミン情報が一応ありまして、宿舎前に2人いた人たちは多分生きてたと思うんだよね、動いてたから。寺尾さん、寺尾センターか。チャゲプラさん、僕も、このボタンの、ね、このボタンのあれ前ね、もうほぼ直近ね。あ、直近。あなたは寺尾さんとチャゲプラさんで、僕はミッキーかな、うんうんうん。キッチンの人はいる？キッチンが動いてなかったから、キッチンに探しに行こうと思ったの。10秒前ぐらいだから。目撃情報あります、クロムさんの。初手は、通信室あたりで、黒、ピンクの順番で見ました。うん、待って、一応本当に貨物を見てたこと、あ、アドミ見てたこと言いたいから、うん、あとメインと貨物だったと思う。貨物、貨物、あとメインは貨物、貨物に夏目ね、あとメインホールにいたと思うんだけど、誰かもう一人、うん、あだったらちょっと時間が多分ずれてるかな。多分寺田さんとチャゲプラさんが宿舎前で僕がメインかな、だったら。あ、その、うん、その多分それその段階かな。でキッチンはしたいだった、ね、キッチンしたい。で、朝は診察室からコックピットに行くのにメインホール取ったってことだよね、多分。上から行ったってこと。キッチン通ってたら、はい、そうそうそうだな、ね、そうだね、そうだね。夏目先生はアーカイブあたりで会いましたよね。はい。夏目先生は物理的に不可能か。チャゲプラさん、そうだ、そう、エンジンにはなるか。僕エンジン、でもリアクター鳴ってすぐ僕引き返してリアクター直しに行きましたよ。多分リアクター前ですよね、クロムさんとセンターさんと僕がいたのって。そうっす。前。そうっす。その後すぐリアクター引き返して、その後金庫へタスクして、ここから出てるのをテラドさんに見てもらってます。誰になりそうですか？確認したいんですけど、寺蔵さんの白って取れますか？寺蔵さんは僕そのリアクター鳴った、リアクター終わって金庫やって出てくる時にすれ違ったぐらいなので、俺はその前の動きは、はい、診察室までプテハシさんと一緒にいて、ちょっとプテハシさんが怖かったからプテハシさんが診察室に入るのを見送って、エレクトリカルメインホールエンジンルーム宿舎前通路金庫室って来て、チャゲプヨさんと会って、宿舎前通路エンジンルーム、あれどこまで行ったんだっけ、コミュニケーション側に行ってコクピットに到達したところでブーだね。でプテハシさんが出てきたね、コクピットから。うんうん、合ってると思う。うん、寺蔵さんのそのあれは合ってる。いや、わかんないな。診察室で40秒前に見たときは全員生きてたんですよ。で夏目が見たとき死んでたって言ってたし、そこで診察室に行ったって言ってたんだったら、うん、まあもちろんね、死体時間ずらされてるかわかんないけれども、まあ、右の方にいた人は無理だったんだったら、あ、でも夏目しかいなかったのか、貨物で。それか夏目しかない。あ、そうか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 。チャゲプラさんって通信室の後俺以外と誰かすれ違ってる？え、通信室金庫じゃなくてですか？いや、先端とあったんでしょ。あ、先端クロムさんと通信室であって、リアクターになってそのまま左側直しに行ってってるって感じで、そこは誰ともすれ違ってないですね。直したんだっけ、うん、実際に直してます。どこで直したんでしたっけ？左側です。あ、左下展望で直したんですか、停電を。あ、違います、リアクターです。リアクターです。あ、リアクターか。リアクター左側です。停電にはなってないから、なんかその認識がないのもちょっと怪しいなくてさ。いやー、どの道多分ね、多分このまま行けばプテラ高橋とタゲボヨ。え、そうだね、どっちかにある。ちょっと待って、停電にはなったでしょ。だって僕コックピット入るのに停電だったよ。なったんだっけ、あれ。
おっと、これは？あ、俺スキップ入れちゃったけど。僕もスキップ入れた。ロラさんみんなそんなつる感じだった。メープルさんの方によるかなと思ったけど。ボタン押せないしな。ラドさんも確か押してる。チャリアキタ好きだね。もう一旦あるかな。どのぐらい住んでんだろうみんなタスク。もうボタン全員押してますよね。押してるか。僕も押してます。押した。さっきってどういった点が怪しくて僕に2票入りました。ちょっとごめんなさい。ごめん。タスクどんぐらい進んでます？あと1個です。もうほぼ終わり。あと1個、僕も。ね。1、2個。大丈夫。間に合う。僕は間に合う。僕も終わりました。間に合う。さっきの盤面って、藤宮さんと仲のあるまで比べた藤宮さんの方がインポスターっぽくなかったですか？うん、かなりね。僕もそう思ってますよ。僕もそう思う。うん。それを考えると、寺蔵さんと先端さんが実質藤宮さんを2人で釣ってると思うから、うん、そこで様子を取るんだったら、白いと思ってて。あ、あと、寺蔵さんとは右側で合ってるはず。黒、ピンク、白、黄色、で黄色、ピンクの順で合ってるから。どっかであったメインかどっかあった気がするから、うん、プラスいつの話クロムさんが死んだ時、うん、どこだった、まあ、金庫から出て寺蔵さんとすれ違った後エンジンでセンターさんとは僕はすれ違ったんですね。チャゲさんが証拠機左直してるのにキッチンで殺すのちょっと難しいかなって思うのと、ふてあしさんがキッチン通ってたら通ってコクピット行ったら殺せるかなっていうのと、初日の、確かにな、あ藤宮さんとピタハシさんが一緒にいたのに証言が出なかったので僕はピタハシさんを疑ってる。あ、いや証言出なかったっていうけど、てかルートがないわ。シャワー室にコクピットに向かう。確かに、いやいやいや、メインからメイン通って停電だった、その時停電だった、エレクトリカルからメイン、エンジン、コクピット、その時に停電だった。プテラタカシさんに入れたのは釣りやすそうだなって思って入れてるので、そんなに自分は疑ってない。逆だったな。プテラさんの方が一応アドミン情報出してるから。あ、じゃあテラゾーさんがプテラタカシさんを愛してたからスキップします。あ、スキップスキップ、あ、入れちゃった。スクで勝てばいいんだ。タスクをしよう。緊張する。できるかな。うわあ、最終決戦だ。お前が最後に残ると。あ、余裕。はい、おつ。何がライバルだよ、調子乗りやがって。図に乗るんじゃねえ。金庫タスクの分際で。んーしゅ。んーしゅ。リフトは左にあるはず。リアクターエンドとかある。90秒以内に終わるタスク、みんな。てか90秒以内に終わるタスクじゃないと終わるって言えないよね。
通報しちゃった。あと1個タスク。すいません。あ、ナイスでーす。先端ラウンジで死んでます。あ、大丈夫です。テラゾさん。もうほぼチャゲポヨさんだと思います。あ、じゃあチャゲさんか。僕夏目先生視点になるかな、そうなると。プテラ高橋さんに白証明してもらえたら楽かな、夏目は。まあ、白だね。左の証拠直してるのは夏目先生ですか。3で当てたのか。はい。いつ殺したの、まあ、自分ですね。夏目で、後ろに僕がいた。でも、その後、ヌーンで右に来なかったでしたっけ、夏目先生。でも、すぐ左に来たよね。はい。あの、多分、まあ、タスクで。なんだろう。死なないようにしてたのかなっていう。僕ははしごのボリューム。あ、そうですね。まあ、チャゲさんだと思ってるんだけど、みんな、俺、残りタスク1個なんだよね。どう思う？いや、てか、寺蔵さん以外にタスク残ってる人いませんよね、います？僕は終わってる。終わってます。終わってます。お茶毛さんだと思うけど、うん、あの、最後、昇降機の右側にセンター残してみんなシャワールーム側に行ったじゃん。うん、ね、そうだね。それ、右側に茶毛さんが戻ってきたんだよね。そう、その動きが黒かった。あー、マジっすか。なんか、こうキルされるかなって思って。まあ、キルされたでいいでしょ、うん、容疑者だから。ああ、ほんと、あそこ。あ、じゃあ、その、センターさんとかを、みんな一気に左の方に行き出したんで、うん、センターだけ一人残して、まあ、誰かがキルするみたいな。だから、センターだけ一人残ってたから、キルしに行ったのかなって思っちゃったね。そもそも、センターテラ像が右側に行ってるから、あの、一番白い位置だと思っていて、そこを疑うのもあんまり。まあでもタスクでいいんじゃないですか。テラゾさんあと1個なんでしょう。そうです。なんで今日は投票するじゃないですか。テラゾさんがインポスターだった場合はセンターがあれなんでタスクが終わってないんで幽霊がもう進めれば終わるんで別に、うん、どっちでもいいと思います。自分は投票してます。さすがに60秒以内にはやれると思うんで。 OK でーす。えい、観念しろ。じゃあ何のことかな。しゃねえよ俺は。右側に僕が湧きます。右側だな。やべえやべえ、終わらせないか。アルマちゃんかわいいなぁ。アルマちゃん今何してるのかなぁ。おじさんワクワクしちゃうなぁ。これクロムさんだけ把握してないからな。知らない、変態のワクワクさん。アルマちゃん今日の夜暇してないかな。よかったらおじさんとお寿司とか食べに行かないかなとか思っちゃったりして。お寿司食えるんだったらついてくな。ナイスー、ナイスファイト。ナイスファイト。ごめんね。いや全然全然。くそー、クロムさんの切り完璧に取ったと思ったのにな。ナイス。ベントキルですか。ナイス。ナイス。ベントです。アドミン強かったな。強かったピチャさん。アドミン強かった。うん、いやよかったよかった。あれでもあんまり関係なかったけど。入ったあんまりアドミンあんまり関係なかったんじゃない。結局自分が疑われたなんかどこ通ったんだって思っちゃったな。え、停電だったと思ったけどな。診察室からエンジン。いやー悔しいな。どうだったっけ。メインエンジンでたまたま見られなかったのか。そこね。そうかな、うん、停電だったからね。いいキルでしたね。でもね、うん、うん、素晴らしい。内訳はどうだったんですか。初手キルが藤宮で2回目のメイヤさんキルはチャゲポヨさんです。はい、メイヤさんとクロムさん僕がキル。ああ、じゃああれなんですね。対抗が切られちゃって、うんうん、感じでした。ああ、そうです。なんかもうどんどんキルしなきゃと思ってたら、ああこれメイヤさんだ、このオレンジ。ああ、じゃあ離れてたんだ本当に。そうだから、メイヤさんシャワーで証言した通りです。シャワーで切りました。だから霊界で謝ってました。